俺だ。こんにちは、神田です。 J2 リーグ第7節アウェーベルディ戦、結果は1対3で負けという2連敗です。神田が予想していたスコアと、まあ逆のスコアで、まあベルディが勝つという。勝てないねレノファ今年も。いやー本当ね、勝てない勝てない、本当に勝てない、そう思いながら、試合の方をね見ていたんですけども、まあ、立ち上がりはこうレノファがベルディのこう流動的に動いて、まあ、できたスペースにね走り込んでいき、まあ、ベルディのマークがずれてできたスペースにこうまたレノファの選手が走り込んでいくとい う, こうシンプルな攻撃で、ベルディゴールに迫っていけていたので、こう非常に良くて、前半10分ぐらいでしたかね、こうコーナーキックから、小松選手がヘディングを決めて先制点。これはね本当、最高のレノファの流れ、いい時間帯で先制点が奪えたんじゃないのかなと思ったんですけども、どうしたものか、ほんと。こう、先制してから、なんかまるで別人のチームになったというのか、それともこう、ベルディが目を覚ましたのか、なんだろうな、ほんとに。まあ、ちょっとね、こっからまたボードを使って振り返っていこうかなと思うんですけども、まあ、同点、ゴールを許したシーンなんですが、センターバックから、縦パスが佐藤亮我選手に入るんですけども、まず、ここの時点で、赤レノファですね。青ベルディです。この選手がプレッシャーいかないんですよね。簡単に佐藤亮我選手のこの長いパスを通させるんですよ。で、その瞬間に、レノファの選手がここ3人いるんですけども、簡単に前向かしちゃうんですよね。誰もプレスに行かない。3人いてプレス行かないんですよ。で、フリーで回し、フリーでターンをさせて、簡単に前を向かれて、左サイドに出されて、ここもね、レノファのこの選手が、厳しくいかなくて、まあ一発でやられたくないんでしょうね。こう、ちょっと距離保ったんですけど、サポート入ってって言えばいいんですよね、ずらして。これ、レノファ、そういう、なんていう、守備の規律決まってないんですかね。で、ここの3人が、この佐藤亮我選手がこのスペースに入っていってるのに、ゆっくりバックしてるんですよね。で、折り返されて、一人目スルーしてからの、シュート。決められてるんですよね。だから、本当にね、こう、前々から言ってますけども、レノファの選手が、本当ボールホルダーに対してもそうですし、スペースに入っていく選手に対して、誰も後追いをしない。クロスをね、入れて、ね、もう一回スペースで受けた佐藤亮我選手は、ほんとパス&ゴーで、空いたスペースにもう走り込んできて、ほんとにね、それを狙って、ゴールしたんですけども、もう、
この時点、まあ、行けなくても、ここの斜めのパス通った瞬間、もうね、この時点で、本当にね、点が入る、だろうなと神田は思いましたね。まあ、前の動画でも言いましたが、攻守の切り替えが本当にポイント。簡単に前へ向かれてスペース走り込まれたら、それはね、やられるわと。ちょっとね、本当、今回の動画はですね、本当にちょっと、みんなさん見られたら、気分を害するかもしれませんが、結構ね、神田厳しめなことを言わせていただこうかなと思っております。まあ、レノファの、まあ、両サイドがやられていた。まあ、特に左サイドがやられていたのは、相手のボランチ、まあ、センターバックからボールを受ける。で、ここそうなんですけど、レノファの選手いるけど、プレッシャーに行かない、簡単に前を向かせる。で、レノファのディフェンス陣は、前を向かれた瞬間、下げる。それを見た、ベルディの選手が、逆サイドにできたスペースをめがけて、ボールを蹴って、ベルディの選手が、このスペースに走り込んでくる。それを見た選手が、斜めに走り込んでいって、まあ、クロスをマイナス気味に上げられてのシュートっていうね。このね、パターンが多くね、見られたというか、攻められたパターンが多かったのは、なぜかというと、まあ、さっきも言いましたけども、前を迎えた瞬間、失点してく、したくないから、レノファのディフェンス陣が下げる。で、他の中盤の選手が、後追いというか、チンタラ走ってバックしないんですよ。なので、ここのスペースにベルディの選手が次から次へと入ってくるから、結局フリーでシュートを打たれるという。まあ2失点目はね、ほんとカウンターからの失点で、まあこれはね、不運も重なってしまったなと思うんですけども、まあ本当にね、2失点ともに、取られた時間帯がもう悪すぎた。何回も言うけど、縦パスを入れられて、本当にね、簡単にね、前を向かせるんですよ、レノファの選手が。相手は3トップ気味で来てるんだから、レノファの左サイドは特に狙ってきてたと思うんですよね。斜めに走り込んで入ってくるから。パスが出た後だと、レノファのね、守備陣はもう間に合わないんですよね。まあ、そこがね、前半苦しんだ点かなと、神田は思います。で、後半になったら、こう、流れが変わるかなと思ったんですけど、まあ、流れ変わらず、まあ、ベルディのね、プレスが厳しいから、パスが繋がらない、ミスが起こる、攻めきれないという。で、そんな中で、3失点目も、左サイドで幅を取られて、ここの、センターバックが、左サイドに出した瞬間に、ここにいるレノファの選手が、なぜかまた厳しくいかない。なので、ダイレクトで余裕を持ってプレーされて、ここフリーなんですよね。この選手がマークついてないか。出されて、裏に走り込まれて、ゴールキーパーと1対1になって失点という。まあね、試合を振り返ってみたんですけども、感じることは、こう、レノファは、もう本当に攻守の切り替えがなんで遅いのか。縦パスを入れられても、サイドで数的優位になっていても、厳しく
行かない、行ってない。渡辺監督は、準備してきたものが、全くね、出せなかったと言いましたが、神田はね、この試合を見ている限りでは、準備以前の問題じゃないのかなと。玉際の勝負強さ、攻守の切り替えを遅さ、そこをですね、徹底的に、やらないと、おそらく、去年の二の舞になると思います。こんな言い方してね、本当にいけないんですけども、どうしても、こう、ちんたら走ってるだけのようなね、感じに見えると言ったら、まあそうではないんでしょうけども、こう、必死さが伝わらないというか、なんというのかな、戦う気持ちが全面的に、闘志あふれるプレー、そういうのがね、なんか伝わらないと言ったらいいのかな。まあ、うまく言えないですけども、やっぱ対戦した相手が、まあ素晴らしいっていうのもあると思うんですけども、やっぱ相手の方が勝ちたい、点を取りたい、これ以上失点したくない、というね、本当に戦う気持ちが前面に出ている強い気持ちが押し出してると言ったらいいのかな。まあ、先日システムの前の段階、本当にこうレノファとして、気持ちの部分をね、本当にね見せてほしいなと神田は思います。これマジで、次戦がですね、ホームで群馬を迎え撃つんですかね。神田はね、ちょっとまたイベントで行けませんが、まあリモート観戦、しながら応援したいと思いますので、本当にね、今回、かなり、まあ愚痴というか、厳しいことを言わせていただきまして、本当にね、レノワファン含めサポーター、そしてね、他チームのファン、サポーターの皆様、本当にね、嫌な動画だと思いますが、もうちょっと本当、あえて言わせていただきました。なので、次回のね、動画では、本当こういうことを言わないような、もうね、言えないような、試合をね、してもらいたいなと思います。本当にね、今日は申し訳ございませんでした。レノファを愛して、だからこそ、レノファが好きだからこそ、ちょっと言わせてもらった動画、もう言い訳ですね。本当にすいません。最後まで動画を見ていただき、本当にありがとうございます。それでは、また。